どうも、山出広です。今は夜なんですけれども、今日は昼間ですね、中国の生徒で開催されていたコミュニティ大会コミュニティ大会かなというのに出席してました。まあ、シンポジウムって言うんですかね。それで、このズームでですね、ズームで、えー、僕はあの話題提供するということになって、 てで、えー、まあそのお70ぐらいの,、まああの協賛企業がついてですね生徒の70くらいの協賛企業がついてで、まあ、主たるこの運営者になっているのが2社ぐらいで、まあ、この2社がですねい,いろいろとコミュニティについてのお話し合いのシンポジウムでかいシンポジウムを 作り上げてきたという感じでしたね、えー。8月ぐらいから準備が進んだとか言ってましたから、まあ、とはいえ3ヶ月か。3ヶ月ぐらいの間に共産企業をバーッと募って、えーでまあ、シンポジストになってくれる人たちに依頼をざっとこうかけたという、そんな感じでしょう。で、ざっと見るところ、中国の方がすごく多かったかな。あ最初に基調講演みたいなのを3人ぐらいがやるんですね。で、その後、まあ、部屋が5つぐらいに分かれて、 5つの部屋にそれぞれコミュニティの活動をしたり、理論家みたいな中国の方々が、あ多分4、5人ずつぐらい、4、5人ずつぐらい5つの部屋だから、20人から25人ぐらいですね、こういうあのディスカッションする人たちがいるっていう感じでした。で、まあ、それの一番最初に3人ですね、ちょっと長めに、まあ、長めに伝っって30分ぐらいなんですけど、30分ぐらい話題提供するっていう3人がいて。 で、えっと、まあ、最初の2人が女性でした。両方とも女性で、中国の方ですね。中国の方で。で、まあ、僕が日本からということで3人目。だから、この3人がしゃべり、3人でパネルディスカッションをちょっとやって、で、その後と、分科会に分かれて、5つに分かれて、4、5人ずつぐらいが、まあ、全部た、た多分だーっと見たところ、えー、中国の方だと思うんですが、中国人の方々。ということで。 えーまあ、日本からは僕だけだったという感じです。で、えー、講談のですね、文、え、化、ー、会になってからは僕はもう出なくていいということだったので、興味深かったんですけど、聞いてみたかったんですけど、まあ、そこは出ない。まあ、通訳の問題もありますからね、えー、出られないということで、ただ僕より前に2人。 えー、お話ししていただいた方の話は、あ通訳の方を聞きながら、Zoom、まあの通訳機能を使いながらですね、えー、通訳チャンネルをこう作ってもらって、で、日本語で聞いていました。まあ、当初ですね、まああの、海外からの人間だってことで、まず山崎に最初に喋ってもらって、 で、2番目、3番目に中国の方に喋ってもらう。その後、パネルディスカッションがいいんじゃないかっていう依頼があったんですけど、僕は、あとにかく人の話聞かないと自分は何を喋るのかが決まらないっていう人間ですので、できれば、その、僕と一緒に喋るさる2人の中国の方に、先に喋ってもらって、で、その後、僕が喋って、で、あと3人でディスカッションっていうのがいいんじゃないでしょうかっていうふうに、事務局にの話をしてきました。で、まあ、事務局も柔軟に、あ、いいですよ、なんつってやってくれて、 で、まあ、うちの事務所のスタッフがですね英語であのやり取りをしてくれてましたので、えー、デノさんですね、えー、うちで英語といえばデノさん、デノさんが、えー、いろいろとやり取りをしてくれてたんですけど、まあ、デノさんとその事務局の中国の方とのやり取りをずっと見てると、かなりいろんなことを心配されているみたいで、山崎はどんな話をするんだと、それからうーん、まあ、できれば早めにパワーポイントが欲しいんだと。 で理由はというと、まあ、通訳の人がね、その先にそれを見ておきたいって言ってるんだっていうようなことで、まあ、大体その辺から僕はい,いつも中国に行くときもそういうことを言われるので、背景に共産党があるんだろうなっていうのは、まあ、なんとなくはやっぱり感じますね。あのまあ、中国で僕の本を翻訳してもらうときも、やっぱり翻訳したいって言ったタイミングから1年ぐらいはあどうしても遅れます。それはあ中国の共産党の政府にあの確認をしてもらわなきゃいけないからですね。 えーまあ、言ってみれば、中国政府的にちょっと困るなというようなことを書かれてない本かどうか、あのこれをまずチェックしてもらわなきゃいけないということで、えー、中国で本を出すときは、あの本を翻訳して山崎の本を出版したいんだけれども、あなたは OK かという確認が来て、でこっちが OK っていうふうに言うと、向こうは早急にそれを荒く訳して、ですねで申請書類とともに、えー、政府のチェックを受ける。 で受けたあとそれが OK だと、翻訳出版してもいいよということになれば、出版社は改めてその本をちゃんと出版して出すことができるという、あのそんなことになってるみたいで、えー、シンポジウムなんかの場合も、できれば事前にですね、パワーポイントを全部もらいたいみたいなんですよね。 で多分ですけど、僕、あんまり詳しくわかんないです中国もあのシンポジウムの時に内容何するのかを検閲するっいうことは、多分やってないと思います。僕が現場に行った時も、やっぱりそのまま喋って、逐次通訳でそのまま喋ってくれますから、うんまあ多分そういうことは起きてないんでしょうね。ただ主催者としてですね、急に日本人が、まあ、言ったら今回ね、20何人いるあのシンポジストの中で唯一の。 まあ資本主義社会から参加している人間ですから、急にその共産党批判みたいなことをし始めたら困っちゃうなっていうこともありますから、どんな話をするのかっていうのは、事前に聞いておきたかったんだろうなとは思います。まあ、それに対してうちの出野さんが 英語で一生懸命、山崎はたぶんこんな話をすると思いますよみたいな説明をしてくれたりあの、事前に僕がしゃべるであろうパワーポイントを向こうに送ってくれたり、そんなことはしてました。ああ向こうの言い分としては、基本的にはやっぱり通訳が通訳しやすいようにっていうことなんですけれども、うんそれだけじゃなくないかと、その、ね、主催している2社の方々、誰に気を使っているんだろうみたいなのは、まあ、感じてはいたんですよね。 で、うんとまあ、今日がその、まあ、本番だったということで、本人たちはものすごいでかい会場で、えー、どれぐらい人入ってるのか分かんないですけど、なんかね、1000人ぐらいで、1000人以上は今会場に入れられないので、えー、とお断りをしているというさ、なんかそんな、最初の挨拶の時に、なんかそんなようなこと言ってたと思うんですよね。ちょっとうまく翻訳が聞き取れなかったんですけど、 だから、まあ、ほ本当だったらもうちょっと多かったんでしょうけど、うん、人口が多いですからね、まあ、言ってみれば日本で100人ぐらい集めましょうって言ってる時には、大体1000人ぐらい集まっちゃうわけですから、1000人ぐらいだけど、ちょっと今日会場に入れなかった人がいるので、なんか別室なのか、どっかオンラインなのかでこれを見てもらってますみたいなことで、皆さんよ、ようこそとかいう挨拶が最初にありました。で、うんまあ、そんなのを聞きながらですね。 え最初にこうずらーっとこう70人ぐらいの共産企業の方々がずらーっと前に並んで記念写真あ、テープカットして記念写真撮ってっていうようなことをやるわけですね。それで、うんとまあ、今回の趣旨、コミュニティ大会というのはどういうものなのかという趣旨を語るわけですけれども、まあ、この民間企業の社長さんが多分しゃべってるんだと思います。公務員ではなくてですね、しゃべっているところで、いろいろと まあ、なぜコミュニティがっていうので、今の経済成長とか、今のビジネスにとっても、まあ、コミュニティというのは大事だみたいな話をされます。まあ、明快な話ですね。それで、当然、生徒でやってますから、まあ、生徒のお、まあ、市役所の人とかですね、えーまあ、役人、挨拶するということになるわけですが、この、まあ、女性の役人の方がですね、あのようこそと。 生徒にお越ししくださいましたで,生徒でこういう大会が開かれるということに対してはとても嬉しく思います、でコミュニティっていうのは、今、中国でも、中国の政府もすごくあの重要視しているーテーマですという話をされながら、えー、2週間前ぐらいに共産党の大会があり、そこで習近平さんがまたね、あの首相を続けていくということになり、で習近平さんもおこのコミュニティというのが大事だと。 で、そのコミュニティ政策みたいなのをこれからもどんどん進めていくんで、コミュニティの方々は、えー、政府に何かやってもらおうっていうんではなくて、自分たちで動き出すっていうことが大事だっていうことを言われてます。だから、コミュニティっていうのは、すごくこれからも大事なんですよ、みたいなことを言うと。さすが中国の役人だなと。必ず習近平の話とかも出しておくんですね、みたいなのは、もう聞きながら、はいはい、はいはいって思ってるわけですよ。で、 えー、もう1人ぐらい挨拶されたんだと思いますね、男性の方挨拶されたと思いますが、あしなかったかな、でも言ってみれば、だからその民間企業の人は別に習近平がどうだとかなんとかってあの、おだてたり、引用したりすることは全然せず、自分のことをしゃべるけど、絶対批判はもちろんしない。で、えっと、役人が出てくると、えー、習近平さんがやっぱりこうだっていうことを言ったりして。 えー、一応、こう、おだてるんじゃないんだけども、位置づけておくということをやって、で、さあ、じゃあ、一人目のって言ったら、一人目の若い女性の方が出てきてですね、この方の話はすごく面白かったんですよね、えー。その人がですね、ファンさんっていう人でしたね、ファンさん。ファンさんはですね、えー、っと、なんか、地域おこし協力隊みたいな位置づけなのかどうか、ちょっと詳しくは分からなかったんですけど、 お山の中の村で、人口が10人ぐらいしかいなかったところでもうこれ、この村ダメかもって思っているようなところに、えーと、村長っていうふうに翻訳されてましたけど、村長みたいな役割で呼ばれて、えーと、香港で生まれ育った人らしいんですけどね、めちゃくちゃ都会っ子なんですよ。香港で生まれ育った若い女性が、その山の中の集落の、えー、とお世話係みたいなものになって、 えっと給料をもらいながら、そこでですね、えー、仕事をしていた、いることになったで、まだ今2年目らしいんですけど、本当かよって思うんですが、まあ中国の人口ですかね、2年目で、えっと、10人だった村の人口が62人に今なってるらしいんですよ、62人。だから52人移住してきたんですけど、2年間で。でこれもなんかやっぱすごいことだよな、まあ中国的なことかもしれないんですけど、 彼女がやっているのは、まず地元の住人の人たちの生活を充実させること、でこれは、まあ、あそういうそのテクノロジー使ってもいいし、それから住人の人たちの,その料理の作り方とか、自分たちの地域の自然素材を用いながら料理作ったり、服を染めたり、そんなことやってることも、実はとても充実してることなんですよ、すごくいいことなんですよって、住民の人たちとも理解をし合って。 で次に彼女がですねそれを、えー、と動画で、えー、配信したり、するんです写真で配信したりするということですね。えー、もちろんそのー YouTube だったりとか、えーと、Facebook だったりとかはしないわけですけど、お中国メディアとして、えー、使えるものを使って SNS で発信していくで。そうすると山の中で、こんなにサステナブルなエコロジカルな暮らしをしている村があるんだという話になる。でそういうふうにバズるとですね。うん えーまあ、言ってみれば、日本で10人だけ見てくれても100人見てるぐらいの規模になるわけですから、えー、ちょっとでもそれがまあ認知されるとです、ね、えー、何人かの人がやっぱそこに観光で訪れたいという連絡が来るらしいんですよ。で観光で訪れたいという連絡が来ると、そのファンさんが案内するんです。ファンさんが観光客を案内していて、まあ、大体写真に写っているのを見ると、10人ぐらいの人たちを案内していくと。 で、村病棟10人ですからねえ、その人たちの家に案内したりとか、料理を食べてもらったりとかっていうことを、まず動かせばいいということになるわけです。まあ、中国で10人観光客が来るってことは、日本の農村に1人観光客が予約したのと同じくらいですか、人口比でいうとね、10倍ですから、10人ぐらい来るということになっている。 いて、ここんんなことを何度も繰り返すすだそうですね。えーまあ、最初のうちは1ヶ月に1回、住人ツアーみたいなことをやるんですけれども、これが2週間に1回ぐらいで、毎週のように人が来るようになって、知名度が上がってくるっていうようなことになると、その中の100人に1人ぐらいは移住したいっていうふうになってくるんでしょうね、えー、その後にですね、えーまあ、移住ということになる。 で、えー、移住してきた人たちっていうのは、まあ、い,いろんなあのスキルを持った人たちですねあの、デザインができる人とか、料理ができる人とか、音楽ができる人とか、そういう人たちが移住してくるということで、で、こんな人たちが改めて村民ガイドになって、えー、そこから先も観光客が来ることになるわけですけど、えー、移住してきた人たちがガイド役になって、でガイドしていると、そのうちの何人かがまた移住したいっていうふうに言ってくるっていう連鎖で、えー、で、ファンさんはまた情報発信をちょっと続けていくとか、 それから、その人の受け入れ、移住の受け入れとか、そういうのもファンさんがやってるみたいで、そんなことをやってるって話でした。なんかこれはすごい面白いし、ただファンさんの給料はどっから出てんだろうな、というのはちょっとよく分からなかったところですが、まあ、予想するに多分その村にも補助金が出てんだろうなと思います。で、そのもらっている補助金から、まあ、都市部のセンスのいい若い人を雇って、で、その人にまあお世話係みたいな村長になってもらえばいいんじゃないだろうかっていう、そんな。 座組じゃないかなと思ったんですが、ただそこら辺には政府のいいなんかこうう力をあんまり感じないで、いい感じだなっていうふうに見てました。これが一人目の発表。で、二人目の発表がですね、今度はヨウさんっていう方でしたね。ヨウさんっていう方で、えー、っとあ、そうそう、一人目のね、一人目のファンさんは、鉄牛村っていう村でしたね。鉄の牛の村。鉄牛村。 鉄牛村っていう、まあ、エコビレッジみたいになっているような、も,うもはやね、今はあ。で、若い人たちかなり移住してきて、えー、結構いい感じの人たちで一緒に、えー、やってますよ、みたいな感じでした。で、2人目のようさん、これも女性だったんですけれども、ここは玉玉、玉の東のコミュニティ、玉東コミュニティって、あの通訳の方は言われてましたが、 玉、えー、の東ですね、玉東コミュニティっていうところで、いろいろとやってるっていうことをやっていて、で、その、まあ、あまあ、ちょっと都市部らしいですね、山の中ではなくて、今度は都市部みたいですけども、都市部の、まあ、コミュニティで、えー、例えばコミュニティレストランみたいなのをやったり、コミュニティシネマをやったりとか、コミュニティライブラリーを作ったりとか、コミュニティアートショップみたいなのを作って、コミュニティの方々が作ったものを交換したり、販売したりできる場所を作ったり、まあ、こんなことをやってるみたいです。 でこの方はまあ女性でうん、僕と同い年ぐらいじゃないかと思うんですけれども、うんとね多分政府関係の人ですね。役所の方だったと思います。でだから、この人もまた同じように習近平の話を持ち出したりするんですね。あと、毛沢東がこういうふうに言ってたよっていうことをもう出すんですけど、その毛沢東の言葉何なんつってたかな、えっとね、あ 毛沢東が言っていた言葉として、お金を儲けて自分のポケットに入れることも楽しいことであるけれども、もっと面白いことは自分の思想を人々に伝えていくことであるっていう、なんか日本語訳でそうやって言ってたんですけど、えっと、そういうことを毛沢東さんが言ってましたねとかって言って、ああ、そういう言葉を出し,出して、紹介したくなるものなんだなと思ってたんですけど、実はその発表が終わった後と、司会の人がですね、えー、あれは毛沢東さんの言葉ではなかったですと。 ロジンさん、あの、詩人のですね、<laughs> ロジンの言葉でしたね。修正しておきますっていうふうに言われてたんですけど、毛沢東の言葉じゃなかったんだっていう。ただ、あの、習近平のコミュニティ政策がこれから始まるんだ。中国だからこれからコミュニティ、コミュニティ言うと思いますね。これからすごいコミュニティ、コミュニティ言うと思います。まあ、言ってみればね、習近平さんというのはもうも、毛沢東、第二の毛沢東だぐらいな感じでみんなに持ち上げてもらいたい人ですね、今はね。えー、実績がちょっとまだ毛沢東ほどの、に伴ってないから、 えー、むしろ自分を認めてくれ、認めてくれということで、えーまあ、次の毛沢東になろうとしている人ですけれども、なんとなくそういう、あの次はコミュニティだっていうふうに思った、まあ、毛沢東の、すみません、習近平さんの次のお政策の中に、大きくコミュニティ政策が位置づいているらしくて、えーまあ、その意味では、多分つい数週間前ですからね、えー、習近平さんに続投ということになって、 異例の続投ですよね。本当はもうやめなきゃいけない時期だったと思いますけど、異例の続投で、えー、コミュニティについての予算とかなんとかいろいろ出てくるんじゃないかなという気がしますね。まあ、それも見越してのコミュニティ大会だったのかもしれないなという気もしますし、えー、今後中国でコミュニティ関係いっぱい出てくるんじゃないかなという気もします。だから喋ってる間に、こういうコミュニティ関係の中国のやつにこれからまたよく呼んでいただくことになるのかなと。 まあそうなりゃ中国に行けたりしても、もね、コロナ収まったらおいしいもの食べれそうだし楽しそうだななんて、まあ、気楽なことを考えてたりもしたんですが、うーんこのヨウさんもそうやっていろんなあのコミュニティの中でのプロジェクトをやっているということで、まあ、お二方とも女性で、えー、女性の方々が生き生きと発表している。ただ、まあ、前者の方は民間の方だと思うんですけれども、後者の人はとヨウさんの方うはまあ中国政府の方で。 でも生き生ききと発表をされていましたで、えーまあその大会自体もですね多分そこの地元の役所も応援してるから挨拶に入ってきてるわけだし、えーまあ、そういう意味ではあ、まあ、当然といえば当然なし共産党の考えてることを当然あのちょっとこう,う位置づけながらあしゃべってるなという感じがあしました。 で、えー、っと、僕は何を喋るのかって言ったときには、向こうから頼まれてたこともあったので、あの、マリアガーデンズですね、えー、っと、百貨店の中にコミュニケィの活動が入ってるってやつと、それから地図庁ですね、鳥取県の地図庁で、えー、町民参加型で総合計画を作っていったよっていう話の、まあ、この2種類ぐらいをお話ししていきました。まあまあ、なんとなく、あの、うんまあ、普通な感じ、普通な感じの、あのー、 話をしましたね。当たり障りもない感じでね。ただ、喋りながらずっとこう気になっていたんで、まあ、随所に入れていったんですけれども、まあ、ちょっと日本ではね、えー、そうやってその政府ががっつりお金を出して、えー、コミュニティ運営をさせてもらうっていうようなことはあんまりないんですよと。うん、なので、コミュニティの方々は自分たちの力で何とかやっていかなきゃいけないし、予算がバーンとついて何かができるっていう、そういう話でもないんですみたいなことだけは、チクッと言ってみたところはありますね。それは、あのー、 多分そのまま通って通訳しているんだろうと思います。で、まあそういうことを言おうかなと思った理由は、その、まあ2人目の女性の洋さんがですね、喋ってるときに、あの、コミュニティの活動のためにですね、最初、まあ、あの、地域の方々が6つくらいプロジェクトを立ち上げたんだけど、この6つのプロジェクトを支援するために、80万元助成金があの政府から出たっていう。 いう話をしたんですね。80万元っていうと、1600万円ですね。だから6つのプロジェクトを支援するために、1600万円の資金出たんだと思って、なんかすごいよなと思ったんですよね。で、その後話をしてたらですね、えっと、その玉東地区のマスタープラン、都市計画みたいなものを、まあなんか専門家と一緒に作ったらしいんですけど、 で、その地域の計画の中で実現させていくことっていう項目をいくつか足して、で、それを政府の方に申請をしたら、400万元の予算がついたって言われてたんですよ。で、これ400万元っていうと8000万円ですね。これ8000万の予算ついたんだと思って、で、当然多分その発表してる女性予算はですね、その、共産党の、というか政府の、 ま用ななのか分かんないんだけどもちゃんんとお金を引っ張っ張てこれる人なんでしょうねだから、とても自分の成果としてですね、こんな予算がつけられたんです。だから、こんなことができたんですって言って、結構おしゃれなカフェみたいなんとかも、ポーンとコミュニティの中にできてきたりしていて、それで、まあ、それは、あの、日本のグッドデザイン賞にも応募してくれてたやつなんですね。で、僕が、その、僕らが担当してたユニット18っていうところに出てきてたやつで、で、覚えてたんですよ、僕も見て。あ、この、 めっちゃ綺麗なおしゃれなコミュニティセンターみたいなやつ、ここの玉東コミュニティのやつだったんだっていうことで、で、僕らもグッドデザイン審査してるときに、あの、まあなんかその地域の方々の活動みたいなものから、えー、そのスペースのデザインを生み出してきたということで、いいじゃないかって言って、みんなでいいねいいねって言って、えー、とグッドデザイン賞を受賞していただいたんですが、まあそのことも予算おっしゃってましたね、それって、日本のデザインの賞をここはもらってますとかっていうふうに言って。 で多分山崎が審査員だったことも知ってたんじゃないかなと思うんですね。僕が多分コメント書いたと思うんで、その,あの審査員票をですね、あの中国当時よく行ってたっていうのもあって、中国でこういうことができてるってあのすごいと思うみたいなコメントを書いたんだと思うんですが、あの一番最後に、発表の最後にそういうあのお礼の言葉を言ってくれました、山崎亮先生は。 私たちのお手本です。次は山崎亮先生です。とか言って話を終えたんで,で、僕に引き継いでくれるみたいな形になってたんで、それはまあ、あの、すごくありがたいことではあるんですけれども、言ってみれば政府関係の人がすごい補助金をもらってきて、えー、作ってるコミュニティセンターだってことが、あの、今日よく分かったということですね。それがまあ悪いわけでもないんですけれども、 なんかそういうのってすごくあの国によって全然違うことなので、日本だったらもう補助金なんかもらって、えー、補助金付けになっちまうぜみたいなことをよく言われるんですけど、中国の場合はむしろあのそういう補助金みたいなもので、えー、村づくりを村民の方々、地域の方々が何に使うかを自分で決めて、自分たちで実行していくっていうようなことでいいんじゃないかっていう、あのそういう考え方なんだろうなと思いました。 で、これはですね、その二人の話を聞きながら、で、僕が自分自身で喋ったことと照らし合わせてメモでも書いたんですけど、めちゃくちゃなんか、あの、面白いことになってんじゃないかな、という気がしたんですよ。それは何かっていうとですね、まあ、あの、中国って、あの、そもそも建国の頃にね、毛沢東とかが、あの、お新しく、中華人民共和国っていうのを、 共産党として作るって言ったときに、ええー、まあ、紹介席をたちをね、おまあ、自由党みたいなのをこう、自由党と共産党みたいなのがあるとすれば、あ追い出していくわけですよね。えー、で、その紹介席は、中華民国の方から中国を作ってたんだけど、中国共産党が来て、中華人民共和国が入ってくることになるわけで、でそうするとこの人たちは、まあ、 台湾の方に逃げていくことになるわけですね。南へ南へ逃げていって台湾に入り、台湾で中華民国というのをそのまま続けたいっていうふうに思うわけですけれども、中華人民共和国はだいぶ圧力をかけていくわけですね。で、あんたたちもう事実上負けてるよね。中華人民共和国の中に事実上は入ってるよね。ということで、いや、入ってないけど。いや、入ってるよね。入ってないってそんなに言うなら、 えっとこっちからミサイル撃ち込むけど大丈夫みたいなことで軍事演習をやったりしますね、台湾のほは台湾で中国の大陸側に向けて、大、あ、砲、のー、を向けておいたりしますが、緊張関係にあるということになります。で、えー、まあ、そうやってこう出来上がってきたあ中華人民共和国というものが、当初目指していたのは共産主義でしょうね、まあ、もちろん今、共産党はあ今も共産主義を目指しているというふうに言うでしょうけれども。 あまあ、資本主義的なあ経済のあり方が格差を生視し支配を生視しマルクスもそういう本を書いたよねと資本論みたいなのを書いたよねで労働者からあ資本家が搾取ずっとしていてその構図にあってあなたたちは給料,に見合あの給料は見合ってないよとあなたたちが労働によって生み出しているものっていうのはこれぐらいの財を生み出しているとすればあのその財の中から給料としてもらっているのは大体いいこんだけぐらいしかもらってなくて残り はどううなっているのっていうと、えっと資本家だからこれずっと繰り返してると給料をもらう人自体は再生産費というあの自分が明日も働いていけるっていうだけの体力を回復するためにこのお金を使い続けることになるんだけれどもそれ以上はなかなかもう、ま、あの貯蓄が増えないというギリギリの金額のところに給料っていうのが設定されていて。 でそれ以外の余剰金というのは、あ資本家がどんどん貯めていくことになるんだよというふうに、まあ、計算上、マルクス指摘しで、それじゃダメだよねっていうふうに言ったマルクスに影響を受けた諸国が、ですね、まあ、マルクスはその後、どうするってことはあんまり言ってなかったようなんですが、あソビエト連邦をはじめとして、えー、ま,まず第一段階、社会主義という、社会主義してで、行き着くところは私有財産とかも全部なくした共産主義というのに、えー、していこうと。 で基本的には、そうやって資本主義的に資本家がこう、私服を肥やすようなやり方ではなくて、計画経済にして、国自体がですねえ、何をいくつ作るかっていうのを全部決めていけば、で、服もね、どんな服を作るかみたいなのも国の方で決めていけば、まあ、人民服みたいになっていくわけですけれども、ダサいんだけど、でもまあ、あ見栄を張らなくていいし、えー、計画した数だけちゃんと作れば無駄もないし、というふうに思ったんでしょう。なので、 えまあ共産党が目指しているような社会主義とか共産主義的なあまあ社会主義の場合はそのような似たような思想なんだけれどもまだあの財産は自分の貯金は自分の個人の貯金に入れられますね、えー、でみんなでえでも協調しながら働いて暮らしていこうねなんだけど共産主義までいくともうすべての土地もすべてのお金も全部中央が。 政府が握るので、でそこからみんながお金をもらっていくということなので平等でしょうということになるわけですね。ただまあ実際やってみたら言うこと聞かない人たちは粛清してたっていうことが分かったりとか、まあそうですよね。その社会主義とか共産主義は国として守っていこうと思うと、それに異論を唱える人たちが出てきたりとかすると、もうまあ、持たないわけですよね。 なので、そうならないように、なるべくその政府を批判するってことだけはしないようにしていきましょうってやらなきゃいけなかったんだろうし、それからそれを中央でこうコントロールしている人たちは、めちゃくちゃ頭が良くないと、今の,にその国の経済みたいなやつが、何が今足りてなくて、どれぐらいのものを誰が作って、どうやって回せばいいかって、これ全部を計画しなきゃいけない。そんなのほとんど不可能なわけですけどね。ひょっとしたら今だったら人工知能みたいなやつが、それをずーっと見て、差配できたのかもしれませんが。 なかなか計画経済ってうまくいかなくてえ、経済的にうまくいかなくなっちゃったっていうのも、ソビエト連邦を見ているとそうなってきたんでしょうね。でさらに分かってきたのは、この中央っていうところで意思決定している人たちが、めちゃくちゃ贅沢たくざんまいしてたじゃないかみたいなことも見えてきたりもするわけですね。なんかみんなから集めてで、これをみんなに配分して、自分たちもそのうちの一人になるんだよぐらいな感じで見えてたのにえ、実はそうじゃなかった、集めて支配するっていう役割の人たちがかなりピンハネして、 みんなに配ってたということも分かり、なんかそれ、もだめなんじゃないのっていうふうになっちゃった。で、あのそうなっちゃったあと、うん、じゃあ経済うまくいかないじゃないっていうんだけど、中国の場合は、鄧小平さんがですね、えーっとまあ、言ってみれば、あちょっと資本主義的な考え方も入れていこうと、だから中国が、えー、っと商売をどんどんこう前へ進めていくっていうことと、でそれによって、得た税金で、 福祉をきっちりやっていこうっていうことで、この福祉をきっちりやっていくところに、まあ、社会主義的な要素を入れていこうっていう路線にこう変更させていったわけですよね。で、そうなった途端に、中国の方々、すごく頑張る人も多いし、えー、お商売、めちゃくちゃ頑張って、すごいことになっていって、えー、まあ、世界で。 えー、第2位の経済大国にまで、えー、一気にこう出ていくと、それは当然人口が多いわけですからね、えーまあ、アメリカが3億人ぐらいだったとすると、中国っていうのはもう11億を超えて、えー、かなり多くの人口がそれぞれ何かを作り出すわけだから、経済的に言うと、やっぱりかなり大きい、1人当たりの,の GDP っていうのはまたちょっと別かもしれませんが、経済大国にはとりあえずなることができた。でそうなると 収められてくるような税金というのもそれなりの規模になるので、そうなった規模のものを、えっと、それぞれの地域に配っていく、どれぐらいピンはねしてるかはちょっとよくわからない、よくわからないけれども、それぞれの地域に配っていくということになるので、この配っていくときに、その地域に、えー、中央政府とのコネクションが強い人、えー、共産党をしっかりと支持してるよと表明してる人がいるところは、まあまあ手厚く配ってもらうだろうし。 まあ少しそれとは反逆児っぽい人だなっていうような地域だと予算あんまり降りないみたいなことは、うん、本当はねあってはならないはずなんだけれどもなんとなくこう人間だものっていうことで、えー、そこにはちょっとずつですねやっぱりこう力関係好き嫌い、えー、こういうものが生まれてるんだろうなっていう気はしますだから今あそういうコミュニティ作り村作りとかに ガちゃーと予算が8000万円とかって来てるところは、中央とうまいことやってるんでしょうね。え、だから発表の中にも、お、紹介、紹介席じゃねえわ。えっと習近平さんがこう言ってますよねとかいうことを入れたりとか。 ちょっと間違ってたんだけれども、毛沢東さんの言葉にこういうのありますよねって言って、それは老人だよって言われたり、あまあそんなことを言いながら、なるべくおべっかじゃないけれども、あの我々ができているのは中央政府のおかげである、共産党のおかげであるというのを、言外に伝えようとするんだろうなというのは見ていてもよくわかります。で、うんまあ、その後僕はあのパネルディスカッションということになったので、えー、そのお,お二方とですね、女性二人と。 僕だけまあオンラインでなんだけど、喋っていてで、それまでの間も、ですね実は通訳者の方が、通訳はそんなにうまくなかったなというのはありますあの。何回か中国にお邪魔していて、めちゃくちゃうまい通訳の方とですね、YouTube でも例えば台湾の海ちゃんっていう人とあの対談したことがありますけど、例えば台湾行った時の中国は海ちゃんがすごいスーパーな感じで。 あの訳してくれるし、僕が言ったこともめちゃくちゃうまいこと笑いに変えて伝えてくれるので、カ、え、イ、ー、ちゃんが通訳してくれるととても安心なんですけどで、中国にもそういう方が何人かはいるんです。ただ、今日のオンラインで顔も見たことがないお二人は、うんと、そんなに流暢ではないです。特に日本語の方がですね。で、お二人いるんですけど、一人は若い女性です。声のトーンで言うと、声のトーンで言うと若い女性。で、もう一人は男性でおじさんですね、多分ね。 この2人が、まあ、同時通訳ってやっぱ大変なので、メモを取りながら、頭の中で入れながら、そのまま遅れなくしゃべらなきゃいけないから、えーまあ、ちょっとこう、交代交代ででしゃべるわけですね。で僕はまあ30分しゃべるときには、若い女性の方がずっと担当してくれてたんですけども、あのその後のパネルディスカッションのときには、おじさんの方が担当してくれます。 それからもう一個前のですね、2人の女性が発表してくれた時も通訳してくれてますから、同時通訳してくれてすので、一番最初の方の女性、ファンさんの方は若い女性の方が通訳してくれていて、で、2人目の洋さんの方ですね、ちょっと共産党寄りな感じの人の時は、そのおじさんの方が通訳をしてくれていて、で、僕の発表の話をしたのは若い女性の通訳の方で、パネルディスカッションの時の僕の話は、 おじさんがっていうふうに、こうやって交互に交互にやってくれてたんですね。で、どちらかというと若い女性の方が通訳うまかったんですよ。通訳うまかったんです。えっと、ちゃんと日本語にしてくれていて、おじさんの方はですね、ちょっとずるいんですよ。聞いてると。なんて言えばいいのかな。えっとですね、わからないところとかはもうね、わからない感じで飛ばしていくんですよね。同時通訳。だから話の途中で、 飛んんじゃうんですよなんかあー中国ではこういったコミュニティがあって、で、そのコミュニティが食べ物を、ところでって書いて、食べ物をとところでの間の話、どうなったっていうんだけどあの、彼の中でちょっと分かりにくかったり、訳しにくかったりしたこととかを全部すっ飛ばしちゃって、次の話題に追いついていこうとするんです。だから、中国の方から見るとですね。 あの翻訳はちゃんとできているかのように見えるんですよ。ピターッと収まってるように見えるんですけど、ただ一人僕だけ、日本人だけ、えっと、聞いてる方はですね、よくわかんないで飛ばされてっちゃうっていう感じになっていて、うーんこの人、自分が翻訳できていないことを、表面上うまくう作ろうことがう,うまい人だなっていう、そんな気がしていました。で えー、で若い女性の方はですねそんなに言葉の数は多くないし、えー、通訳がめっちゃうまいかって言われるとそうでもなかったんだけれども、あの一応悩みながらも、ですねべての言葉を翻訳して伝えようとするんですね。で、僕が喋ったとき、えー、中国語で向こうでどう翻訳されてるのかは、まあ、仮に僕は聞けたとしても合ってるかどうかは分からないんですけど、 ただ、この Zoom の翻訳機能を使っている以上、えー、実はチャンネルがきっぱり分かれていて、えっと、僕にしゃべ、日本語でしゃべるときには日本語しか聞こえないですね。中国語は聞こえなくなってますし、僕がしゃべったときには、えっと、中国語に翻訳された言葉はこっちに耳に入ってこないことになってます。あの実際の会場の同時通訳だと、自分がしゃべりながらマイクからこうね、あの中国語でしゃべられてるのも分かるんですけど、Zoom って、会場の方に声はどういうふうに あの通訳されてるかが全然聞こえないまま僕は日本語で喋り続けるということになりますね。これは Zoom の特徴だろうと思います。で、まあ、3人目として僕をお話しして、お話をした内容は若い女性の方が、えー、通訳をしてくれている。どんなふうに通訳してくれてるかは聞こえない。聞こえないんだけど、多分彼女はあまあまあうまく伝えてくれたんだろうなと思います。その後パネルディスカッションということになって、で、切り替わったんですよ、通訳が。 で今度は男性の方が通訳をしてくれる。だけどやっぱり、途切れ途切れなので、あ一生懸命頑張ってくれてるんだろうけど、なんでその大切なところ飛ばすんだよっていうふうに思ったりもしてた。で、司会の方がですね、山崎さん、前の二人の話を聞いて、えー、中国のコミュニティデザインと、それから日本のコミュニティデザインの違いと、それからいいところ、悪いところ、なんかそういうのを教えてください。 多分そういう質問だと思います。かなりアバウトな翻訳だったので、おっちゃん、おっちゃんでもなんかそんな風に聞いてきたので、僕はさっきお話ししたようなことをずっと考えてたから、そういう話をしようと思ったんです。つまり、えーっとまあ、中国はも、えー、ともとそういうその、まあ、共産主義的なところを目指して、えーまあ、社会主義、そしてまあ共産主義にすごく近いような国の形を目指してたけど、 でも近くでソビエト連邦とかを見てると、それはうまくいかなかったりもしていて、で他のおそういう社会主義、共産主義国も、資本主義的にこうちょっとずつ変わっていくみたいなことになっていってたと。で、中国はそれをうまいことをバランスさせて乗り越えたと思うんだけど、とう小平さんの時に、資本主義的なその企業活動のも許可して動かしながら、そこで入ってきた税収をしっかりとそれぞれの地域に配っていくので、 地域の方が、そのもらった補助金によって、何を地域でやるべきかっていうのを差配する権限が大きくなってる気がすると、なので、えーっと、それは地域にしか分からない実情があるわけですからね、ここにはこういうものが欲しいと思ってるときに、それはもうあなたたちに予算を渡しちゃうから、自分たちで決めなさいっていうふうに言われてるから、このコミュニティというものが意思決定する、あるいはそれ実際にそれをマネジメントしていくということが、今、めちゃくちゃ大事になっていて。 中国ではそれが今、各地でですね、えー、鍛えられているところなんだろうとで。一方で日本はっていうと、日本は人口も減少しているし、経済規模も小っちゃくなってきていて、えー、まあ、もともとそういう新自由主義的なところもあった、ね。アメリカの影響をだいぶ受けてきてる国なので、新自由主義的なところもある。つまり、えー、国がたっぷり税収を取ってきて、でかい政府で、みんなにたっぷりお金配ってあげるから、あとは地域でなんとかしなさいってそっ措置じゃなかったんですね。なるべく政府は小さくしていきましょうと。 政府は小さくしていくので、えー、政府に上がってきた税金からみんなに対してめちゃくちゃたくさんのお金を配ることはできない。補助金だからっていっていきなり1600万とかですね、はい、8000万とかいう、そんな気分のお金が降りてこないんだと、日本の場合は。日本の場合は小さくですね、自分たちでコミュニティカフェみたいなのを作って、地域の人たちがそこでお金を出して応援し、まあ、自分たちで経済として回していくっていうようなことを今もやってる。だからちょっと そもそも日本のそのたくさんの税金を集め、たくさん配るっていう仕組みには日本はなってない、えー、小さな政府になっていて、まあそれは規制緩和であったりとか、そういうこともあって、まあ小さな政府って言ってるんだけど、消費税は10%になったりね、所得税だって結構な。 まあ、かつてに比べればだいぶちっちゃいわけですけどね、その80%も所得税取られてたときからすれば、法人税でも22%だということで、だいぶちっちゃくなったとは思えるんだけれども、えーまあ、小さい、えー、お金の回し方していて、で中国の場合は多分あの国家がある種、責任を持って、えーまあ、納めてもらった税金、しかも経済成長しているときに納めてもらった税金から、えー、各地域ごとにそれを使えるようにお金を分割して渡しているから、結構責任重大ですよねと。 それでコミュニティとしてもそういう財源をどうやって有効に活用していくのかってことがこれからすごい求められることになるんじゃないで、って心の中ではね、言わなかったですけど、そうやって地方に来たお金をまたピンハネする人とかが出てきたら、ちっちゃい、あの、なんか共産党みたいなのができるよっては思うけど、それはさすがに言えないわけですね。まあ、というより、今の話も危ういわけですよ。危ういわけです。だから、最初に言ったんです。最初に政治的な話をするわけではありません。 経済の話として、これからちょっとお話しますけどって言った上で、こういう国にお金がたくさん入ってきて、みんなにばっていくっていう時に、コミュニティの価値ってすごい大事になるし、まあ、今、中国は経済成長して、そしてそれをこう配っていくっていうことになるので、コミュニティの運営能力がめちゃくちゃ問われることになると思う。で、これから中国からそのコミュニティの活動で、優れた事例が多分いっぱい出てくるんじゃないかなっていう予感を。 感じさせるようなお二人の発表でしたと一方、日本はというと、やっぱり政府が大きくないので、小さい方向を目指すので、やっぱりコミュニティも自分たちでお金を何とか稼いだりとか、何とか回しながらやっていくっていう方法を今、模索していて、えー、日本は日本でだからちょっと違うやり方で、えー、新しいアイデアを生み出していかなきゃいけないっていう、そこが大きく違うところで、で司会の方がいいとか悪い点とかって言われましたが、からちょっと言いにくいですと。 <laughs> いうふうには言ってきましたねあの。中国のいい点はもちろんあるし、悪い点はって言われれば、うん、ピンハネ着服ない大丈夫って言いたかったんだけど、それ言っちゃダメな気がしたので、一応言わなかったんですよ。で、こういう話をしてるときに、そのおっちゃんがですね、この言葉をちゃんと通訳できてるかどうかっていうのはわかんないんです。声が聞こえないから、チャンネルが違うので,で、チャンネルが違うから聞こえないんだけど、僕はとりあえず喋っておきました。喋っておいて、話が終わったら、 えっと司会の人が、なんか、あそうですね、分かりましたみたいなことを多分言ってくれて、それで、えっと多分お金がたくさん回ってきてるというのは、えっと、さっきの洋さんの話だと思いますが、400万円8000万円の予算がついたっていうのも、すごく大きなことだと思いますが、その辺ん、洋さん、どう思いますかって振ったら、洋さんが。 あのそれは、まあ、大きなお金のように思うかもしれないんだけれども、人口が結構多いエリアなんですと、1万人ぐらい住んでいるようなエリアで、えー、と街灯を一つつけようっていうふうに言っても、あのたくさん街灯を用意しなきゃいけなくなると、こういう街灯をたくさん設置していくだけでも、まあ、本当に何千万円とか,かかっちゃうわけですからあ、大きなお金のように見えるけれどもお、まあそ、それぐらいお金かかっちゃうんですというような答え方をしてたんですね。 なので、僕が話したことの本筋ではなくないかと、別に大きなお金をもらってることがダメって言ってるわけじゃないし、政府に頼りきりはやめろって言ったわけじゃないんで、じゃなくて、えっとまあ、中国というのはそういう経済の回し方になってるんだから、コミュニティがすごい試行錯誤を始めてるよねって褒めてたわけだし、日本は日本で、あのそんなお金がどんと降ってくるわけじゃないんで、えー、日本なりの工夫の仕方ですね、まあ、これは新自由主義的な。 資本主義経済がいいかどうかは別として、えー、なんかそういう努力をもうせざるを得ない状態まで今、我々は追い込まれちゃってるんですと。なんでも頭の中で金感情、計算でやっていかなきゃいけないことに、ちょっと今、日本はなっちゃってますよみたいな、多分そんな話をしたんだけど、なかなかそれ伝わってないなと思って、で、一応第一部がですね、そのパネルディスカッションみたいなもので終わったんですよ。で、こっからがすげえ面白いことなんですけど、 終わった後、僕は画面を消したんですね。この、まあ、あの、映像は消して、音声も消して、映像と音声消してたんですが、えっと、通訳のチャンネルで、あのー、その若い女性とですね、おっちゃんが議論をし始めたんですよ。<laughs> なんか、しかもそれを日本語でやってるんですよ、二人が。で、これは、えっと、考え方として二つあると思うんです。つまり、中国語で誰かが聞いてたら困る話をしてるっていう側面と、 それから、日本人である山崎にもこれを聞かせておかなきゃいけないと思うっていう側面と2つあると思うんですね。ただ、えー、2人はですね、僕が聞いているっていう、山崎さんどうですかとか全然言わなかったので、僕が聞いているということを、うん、と意識せずに通訳チャンネルで2人で喋ってたんじゃないかなと思うんですね。でそれを中国語で喋らないです。日本語で喋るんですよ、2人が。でこれはだから、 通訳チャンネル以外にも事務局メンバーがいっぱい、あの、ズームの中に入ってますので、ズームの中には10人ぐらい入ってますから、10人のうち僕が1人ですよ。で、画面も音声も切ってるわけです。で、通訳チャンネルが2人あって、で、残り7つぐらいですね。あ他の事務局とか、多分、政府の人が聞くチャンネルもあるんだと思うんですね。そこで2人がですね、ちょっとこう、いろいろ言ってるんですよ。それ日本語で。何言ってるかというと、この若い女性の方がですね、 山崎先生の質問の答えの翻訳がすごくわからなかったっておっちゃんに食ってかかってるんですよ。でね、おっちゃんは、あれはしょうがないと。山崎先生が政治的な話をし始めたからだと。だからあれはあそこはああいうふうにもうカットするしかなかったんだみたいなことを日本語でやりとりしてるんですよね。で、多分ですけど中国の当局の人たちにあまり聞かれたくないんじゃないかと思うんですよね、そこは。 でうんここはもう僕の邪推なんですけど、あの若い女性の方は民間の通訳者なんじゃないかと思います。で、おっちゃんの方は、共産党の息がかかっている、まあ、いわゆる、まあ、政府とかとよく仕事をする、えーまあ、民間か役所かどっちか分からないですよ、ちょっと下手だった方は。 そういう通訳者なんじゃないかなと思うんですよね。で、失業答のところはそのおっちゃんががっつり押さえてあるわけですね。だから、あんまり勝手なことを言われないようにするのかもしれないんだけど、で僕は中国で政治的なことを言うと、ダメなことはよく分かってるからで、本だってそういうこと書けないわけだし、全部削られちゃうし、講演会とかでもそれはダメなので、これは政治的な話じゃないって最初にちゃんと言ったんですよね。だから、彼はそこはちゃんと訳してたんじゃないかと思うんですよね。政治的な話をするつもりはありませんよ。ただ、経済の仕組みとして、 えー、そういう資本主義的な日本のやり方、小さな政府と、それから大きな政府で、まあ、共産主義的なことで行こうとしている中国は、ちょっと違ってるので、コミュニティの在り方もだいぶ変わってくると思うんですよねっていう話を前置きをして言ったつもりなんですけど、多分そのおっちゃんの判断だと思うんですけど、やばいと、この共産主義的なことがうまくいかなくて。 小平の時代に資本主義的なやり方に変えて、中国は経済大国になり、それでたくさん税収が増えたから、コミュニティにお金が行ける。この後半の話は全然問題ないんだけど、えー、共産主義的な、社会主義的なやり方がうまくいかなくなったから、資本主義的な要素を取り入れたとは言えないと。言えない。この会場にも共産党の人いっぱいいるだろうし、そもそも挨拶した最初の人も役所の人だし、なんなら自分も多分 えーとそことはよく仕事をする立場なので言えないんだろうなと思って、そこをごっそり多分ね、抜いたんだと思うんですよね。全部通訳抜いたんだと思います。だから僕は通訳の声が聞こえないので、調子乗ってずっと喋ってるわけですけど、多分そのおっちゃんはめっちゃ困ってですね、そこをごっそり抜いて、中国のコミュニティは政府からお金がたくさんもらえていてよ、いいですねと。 日本はそんなにあの政府からお金がもらえないので、工夫せざるを得ないんですっていう、それぐらいの役にしたんだと思うんですよね。だからその後司会の人が、えーと、400万元もらってるけど、あれはって言ったら、いや、該当をつけるにもみたいな話になっていったんだと思うんですけど、そうか、政治的な話しない、経済の話だけだって言ったって、政治的なこと絡んでいるし、えー、共産主義的なことが失敗。 失敗とはもちろん言わなかったけど、えー、共産主義的なやり方ではないやり方で、資、えー、本主義的な要素もそこの中に入れながらあ国家を運営されてっていう、こういうこともダメだったんだなっていうね、ちょっと、ちょっと試しすぎたなっていう気はしました。で、この若い女性の通訳者の方がそれが気に入らないみたいなんですよ、そのおっちゃんがカットしたことが。山崎が言っていることは別に共産党批判じゃないだろう、あれはと。 うんまあ、その中国の経済の考え方の歴史的な変化があったとっいうことを言っているだけで,で、そこで変わって中国は経済大国になり、そしてコミュニティが使うことができるお金が増えてるから、今がコミュニティは頑張り時であるっていう話をしていたはずなのに、あれは政治的じゃないんじゃないですかって、まあ、でもあの年上なんでしょうね、おっちゃんの方が。 若い女性は結構な勢いで日本語、片言日本語でおっちゃんに言うし、おっちゃんの方はまたこれ片言日本語で、なんでこの二人が日本語で喋ってんねんと思うんだけど、えー、いや、あれは仕方ない。あれは俺のせいじゃない。みたいな感じにで言ってるんですよね。それ僕も聞いてらんないですよね。日本語で分かっちゃうから。途中で切ったんですけどね。ブチって切って、もうここ出てきたんですけど。あれは多分ですね、中国語で喋っちゃダメなことを通訳チャンネル二つで やってたんんだろろうと思いますねもちろん会場には聞こえてないですよそのことは、ね、会場には聞こえてないんだけど、でも、Zoom に入っている他の人たちが聞こえる可能性がありますよね。なので、一応休憩の時間だったんですけど、第1部が終わって、第2部までの30分の休憩の間の時間に、その話を2人がチャンネルでやってるんですけど、まあ、残りの人たちがそれをどう聞いてるかっていうのもあるので、日本語で喋ってたんですよね。 からその後僕が切った後にね、ちょっと思ったんですよね。結局、うん、多分主催者の人もね、司会の人もね、分かったと思うんですよ、そこ。ぱっつり抜けてるところ。で、おっちゃんも通訳あんまりうまくはないこともあるんだけれども、あのおっちゃんもですね、多分その後主催者とかに聞かれてね、あなた、通訳ちょっと途中、どうでしたか飛ばしましたかとかってなんか言ったら、多分だけど。 あの山崎先生、ちょっとあの時政治的な発言してたからね、あれはちょっとダメだ、通訳できないとかって、そう言ったんじゃないかと思います。で、そう言うと主催者の方も、ああ、なんだ山崎さん、政治的な発言してたの危ない危ない、もうちょっと次から呼ぶんでやめようって話に多分なるんじゃないかと思うんですよね。結局僕は生徒にこれから呼ばれないんじゃないかなっていう気がしていますね。美味しいもの食べに行けるんじゃないかと思ってたんだけど、ちょっと責めすぎたのかな。 ちょっと挑戦しすぎたかなっていう気がしますが、ただあの若い女性が、いやいや別に政治的な話じゃなかったんで、あれは経済的な話だったんだよって言ってくれれば、ああ、そうなんだって主催者はまたそこで考え方を変えてくれるかもしれません。が、えおっちゃんの意見だけが通るとですね、山崎はこういうシンポジウムの時でも共産党批判をする、政治的な話をする危ないやつだというイメージで、えー 捉えて、そのまま終わってしまうんじゃないか。という気がしていて、いや、難しいもんだな、というふうに思ったという、そんなお話でした。これすごいですね。今日50分ぐらいこの話してるわ。すごい長い、えー、YouTube になっちゃいましたけど、まあ、日本、YouTube で喋るのはいいですね。これが、こういうの、いくら言っても消されたり止められたりしないんで、<laughs> えー、いろいろ問題がある国ではあるとは思いますが、 あこの話ができないほど問題はないという意味では、あのー、まだ自由なあの国にいるなという気がしました。今日の午前中はそれをすごい実感し、その後ともやもやといろいろ考える時間になったなという、そんな印象でしたね。だからちょっと午後はですね、もやもや考えてたんですよね、ちょっとあの友人のお紅茶屋さん、芦屋の地元の紅茶屋さん、ムジカっていう紅茶屋さんがね、 今日70周年でイベントやってたんですよね。そこへ行こうと思って。歩いて行ってるんですけど、行ってる間はもうなんかもや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 考えて、無ジカ行ってももや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 考えてて、あれでよかったんだろうか。あるいはもうなんか薄っぺらいコメントだけして終わればよかったんだろうか。 深い話できないですよね。だから、その意味では。別に、本当になんか、よそ様の国の政府を批判したいなんて全然思わないわけですよ。僕なんか別にあの、国をね、中国の国を変えてやろうって僕は思ってないし、日本の国変えるっていうような力ももちろんないわけで、全然そんな話をしたいわけじゃないんですけど、ただ、前提としての経済の体制が違うからこそ、うん、コミュニティのそれぞれの街づくりの方法が変わってくるんだよっていう話をしようと思って、前提の話を。 いやできないってことなんですもんね。これでは多分、なかなか深い話できないだろうなと思います。で、シンポジウムってだから、あまあ、中国なら中国でシンポジウムやっても、もちろん中国に住んでる方々もそのことはよくわかってるから、共産党批判に聞こえるようなことは絶対言わないわけですよね、シンポジウムの中では。それは問題になっちゃうから。うまくそこを避けながらですよ。 それなりの話をするんで、これね、シンポジウムを白熱させるのめっちゃ難しいなっていう気がしました。なんか本音で喋るのは、そこではすごく難しい。で、ではなくて、シンポジウムとかそんな1000人も2000人も聞いてるような場所ではなくて、なんか地下のですね、バーみたいなところで、誰も聞いてないっていうところだけで本音が喋られるんじゃないかなっていう気がしていて、中国でシンポジウムをやって、そこで深い話。 ななななかかか難しいいんじゃないかな深い話してると、どうしても少しね、そういう経済体制や政治体制の話も、ちょっと出てきちゃったりすることあるじゃないですか、前提としてですよ。で、そういう前提があるから、こういうことを僕は主張したいんだ、私は主張したいんだみたいな話は、ちょいちょい出てきちゃうんだろうと思うんですけど、それは、公衆の面前の前では、あやっぱりしちゃいけないことになってるっていう、そういう国の中で、 どこまで喋ることができるのかっていうのはね、なかなか難しいもんだなというふうに思いました。これでぴったり中国からの依頼が止まったら本当に怖いことですけどね。次、なんかもう来月来月とか何にも来なくなったりとかしたら、うわおって、これまで、これまであったのが今日境にみ一気になくなっちゃったっていうことになれば、それはもうブラックリストみたいになったんでしょうね。いうことになるし、 まあ、生徒から呼ばれなくなるっていうんであれば、その、生徒の事務局とか主催者が、そういう情報を流したのかもしれないってことになるかもしれないし、わかんないですね。そこら辺は全然わかんないです。逆にいいぞ、つって台湾からめっちゃ呼ばれることになるかな。そうなのかわかんないけど <laughs>。まあ、でも本当に難しいなーって思いましたね、今日は。はい。あの、そんなことが喋りたかって。あでも、このことって細かく喋らないと誰かが悪者になったりね、なんか、 ただ文句言ってるだけのように聞こえるんで、ちょっと時間かけてしゃべりました。あの、別にそのおっちゃん自体も通訳はあんまりうまくなかったですよ。で、それで少しこの共産党への配慮の度合いが、あの、でかすぎるなと思ったけど、顔も見てないわけですし、その人が悪いっていうつもりも全然ないです。それから若い通訳者の方だって、僕も顔も見えてないし、挨拶もできてないんですけれども、おまあ、その方がどういう人かもちょっと僕はよくわかんないですね。で、もちろん事務局の人たちだって、 えー、うまいことこう進めてくれてましたから、別に誰が悪いとかどうこう言いたいわけじゃないんですけど、前、ま、で、あ、言うなら僕がちょっと攻めすぎたのかもしれないですね。ちょっとなんだろう、中国でしゃべるっていうことに対して、誰が出てきてたのかなで、ちょっと挑戦してみようみたいな気持ちが、変な気持ちができちゃったのかもしれないですけどね、ここまで言ったらどうなるみたいなのを、やっちゃったのかもしれないですね。 ちょっと今日の動画は中国に住んでる僕の友人とかに見てもらったり、あと中国でビッグフィッシュって上海で NPO やってくれているキムさんとかね、金静香さんとかにもちょっと見てもらって中国でここまでやった僕はアホですかっていう聞いてみようかな。これ動画見てどう思うみたいなのをね、聞いてみたいなっていう気持ちがしますね。いや、そんなの全然大丈夫だよっていうのか、さすがにそれは外国の人が言っちゃダメだよっていう話になるのかね。 その辺はちょっと気になるところだなっていう気がしています。長くなりましたけども、今日はこの辺りにしておこうかなというふうに思います。いやー、それにしても喋りたいこと全部喋ることができる YouTube って、これはこれで広告とかいろいろね、データ取られてたりとかしていろいろ問題はあるのかもしれないんだけど、少なくとも何にも関係なく喋ることができてるっていうのはありがたいことだなと思いますね。これ日本でこの内容を炎上したらまたちょっと、えー 今度は政府じゃなくて、人民によって規制されるのか、忖度しなきゃいけないのかということになるかもしれませんが、今のところ僕の YouTube は平和でえ炎上するほどたくさんの人が見ているわけでもなく、ここだけの話みたいな感じでこういう話ができるのは、あのとてもありがたいなというふうに思っております。ありがとうございました。